まして、はい、一つ心配事があったんです。先生何でしょう。まひろ、まひろちゃん、どうしましょう。みんながねダンス歌、はい、いろいろアクションして、はい、みんな汗かいてる中、まひろがねほとんど汗かかんかった。え、まひろでしょ。非常にまひろの新陳代謝が気になったの。健康面、まひろの健康面は私、まひろちゃんも一生懸命戻ってんのに汗が出ない。そうそう、ユリアとかみんなね、みんな汗そらね、うわーなってんのに、ね、ちょっと待って、まひろちゃん綺麗です。なんでユリアって言いました。ユリアよう気づいたな。俺もユリアって言うのに、汗がミリアや。ちょっと4ヶ月も一緒にやれるじゃないですか。岡田は滑舌が悪い。ミリアがユリアに聞こえるぐらい俺滑舌悪い。滑舌がね、そんな生徒の名前覚えないわけないよね。みんな汗かいてる。真宙だけが全然汗かかんと。今は汗かいてるよ。見てみ、ミキなんか前がワカメみたいな。いやねえ、せやのに最初の方はね、前髪がサラサラやったんですよ。下だけサラサラ。でもちゃんとみんなやっぱ熱く汗かいてよかった。さすが先生、そういう健康面まで見て心配されてて、あともう一人。何でしょう。リカ子がね、おリカ子ちゃん、フレンチトースト、はい、いろいろお菓子を作ったりとか、うん、いろいろあげたりとか、はい、言ってましたが、言ってました。私原汁キラキラ学院も4ヶ月一回もまだそんなんいただいてません。あれ、どういうことですか。あれ、いただいてません。差し入れね、フレンチトーストいただいてません。新しいギャグいただいてません。パカ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 は僕のギャグです。すごい。どうなんですか。さっきお菓子作ったりとか、なんかね、いろいろみんなで作ってる、はい、に先生いただいてません。どうですかそれは。来週持ってきます。来週まで言われたからですね。言われたから持ってきますみたいな義務感はいらんわ。多分ね、なんで、なんですか。フレンチトーストはあったかい方が美味しいじゃないですか。なんで作りたてを食べてほしいんですよ。なのに持ってくと冷めちゃうからってことで。なるほど、またこの機会があったら作りたてを食べたいと思います。ほんまか。ほんま、いや冷めてもなんか美味しいクッキーとかも話してなかった。してますよ。え、スコーン、今まで差し入れがないってことですか。スコーン、いまだかつて差し入れは一回もございません。番組、ジョーとのレギュラー番組で、そうです。スコーンはすごい食べると口の中の水分がバレちゃって、やっぱり喋りの上手な岡田さんのためを思って、口の中の水分を奪われるようになってもらえたの。口の中が乾けば乾くほど滑舌も悪く、はい、面白くなくなる。元からや。乾きなんか関係ないわ。でもこうやってちゃんとね、あの手この手のほんまうまいことね、はい、みんな言い訳というか喋りが達者になります。そうですよ。さあここで私行きましょう。名物コーナー、岡田クエスチョン。よっしゃいいね。岡田クエスチョン。岡田クエスチョンのステップあったんだね。岡田クエスチョン。俺は岡田先生ね、さあお客さんこんないっぱいになることは変な動きしちゃう。変なスイッチ入る。だってずっと楽屋で今日もにぎわってますな。どっかの社長さんってなるの。社長じゃないです。岡田先生、はい、岡田クエスチョン、今回はですね、今もうやはりオリンピック、そしてなでしこジャパンでございます、はい、やはりね、サッカーをゴール決めた後にはみんなパフォーマンスありますよね。カズダンスとかね、はい、あとパカパカパ カ, パ カ, パカそれ僕のギャグです。このパカパカは僕のギャグです。僕オリジナルです。出ましたパカパカ。すいません、これ子供たちのトラウマになるんで、あんまり見ちゃダメ。絵日記に書かないで。子供向きのギャグじゃないんです。さあ、なるほど、ゴール決めた後みんなパフォーマンスしているしますね、はい、これをですね、フェアリーズのみんなに考えていただきます。なるほど、私がですね、今からこうセンターリングパスを送ります、はいはい、そしたら見事シュートして、その後ゴールパフォーマンス。なるほど。